石破茂新総裁が到着をされましたので、ただいまから報告会を始めさせていただこうと思います。で、結果については皆様ご案内の通りですが、一応私の方から簡単にお話をいたします。まず1回目の投票の第1位はですね、高市早苗候補、議員票72、党員算定票109、合わせて181、第2位は我らが石破茂候補で、議員投票46票、党員票108票、合わせて154票、そして小泉進次郎候補第3位、議員票75票、党員票61票で136票ということでございました。決選投票には高市候補と石破候補が1人の順で残りですね、5分ずつの演説の後決選投票を行い、結果はですね、高市早苗候補議員票173、そして都道府県票21、合わせて194票ということでありました。そして我らが石破茂候補が議員票189票、そして都道府県票26票、合計215票で過半数が208でございますので勝利。万歳三唱をですね、岩井本部長の音で、はい、それでは全然できます。はい、高らかにお願いします。はい、石破茂新総裁誕生万歳。